い、皆さんこんにちは。レーナです。タカです。エイティブログです。はい、ということで早速じゃないで、はい、ということで今ねリオデジャネイロの方にやってまいりました。ちょっとまず一つ言わせてください。暑いです。いつも文句めちゃめちゃ暑い。今ね、ちょうど30度ぐらいあるんですけど暑い。まあね、日本の夏と比べれば全然湿気もなくて全然涼しいいんですけど、って言ってもまだね、ブラジルはね夏じゃないんですよ。季節的には冬とか春とかそれぐらいの時期なのに、この暑さ今は冬でしょ。これは一番冬なんじゃない。で、これだよ、暑ない、ね、で、ブラジルの真夏はね45度ぐらいまで上がるって昨日ローカルの人が言ってました。そう、だから2つのシーズンしかない、夏と異国。やばない、夏と地獄しかないブラジルのリオデジャネイロです。リオの中では全然涼しい方って言ってました。いや十分暑いよ、普通にタンクトップだし。大丈夫今日はね、コパカバーナビーチっていうリオデジャネイロで一番有名なビーチに来ました。もしかしたら聞いたことある人いるかもしれないね、コパカバーナビーチ、有名、めっちゃ有名だから。でもタカが来た理由は海に入るじゃなくて、ブラジルの女性のお尻を見に来ました。そういうことです。なんか海沿いにね、こういうオープンカフェみたいなのがあってめちゃめちゃいい雰囲気。そしてこっちがコパカバーナビーチです。逆光で見れないね。すごいよ、めっちゃでかいキャノン、大砲がある。でめちゃめちゃでかいキャノンがあると思ったら、こっちにもちょっと小型のキャノンがある。それにしても綺麗ですわ。ちなみにコパカバーナビーチは何キロって言ったっけ。4キロもある。4キロにわたるリゾート地です。で、あそこに建ってる建物はおそらくねホテルとか。ちょっとあのコパカバーナビーチの中の方にも行ってみますか。まあ行きたいよ。すごい、めっちゃ声がこう反射して、おお。すごい反射がすごい。俺なんかヤバいやつみたいに映ってる。みんなに見られてる。こっち来てください。見て、コパカバーナビーチの反対側なんだけど、波が高いんで、あのビーチで遊ぶ感じではないけど、すごい景色。周り見てもさ、すごいなんか島も多くて、ヨットもなんか多くて、本当に綺麗だね。綺麗です。バナビーチというかリオデジャネイロはめちゃめちゃ綺麗です。行きましょう。雰囲気めっちゃいいわ。ちょっと腹ごしらえにバーガー屋さんに入りました。中の雰囲気良くない？めっちゃいいね。見てこれ、こっちがビーフバーガーで、こっちがマッシュルームバーガーかな、椎茸バーガー。やばいでしょこっち。やばいよ。お肉 400g、 多分1枚が 200g で2枚入ってるから 400g のビーフバーガーと椎茸。うまそう。ここ2枚入ってるから、こっちの1枚をこっちにポコって。あ、じゃあやっていただきます。あ、うまっ。もうこっち見るとさ、肉汁でベタベタ、すごいね、もうザ・ビーフって感じだね。うまっ。そしてレナのお肉 200g を1枚もらいました。なので椎茸、野菜、お肉、パンをバーン。いただきます。わお、シェイクだ、すごい、ミルクシェイク、アメリカ人みたいだね。音楽が爆音、ラテンって感じするね、南米って感じするよ。ビーチが見えてきた。わお、やば、なにこれ、こんなんもうやばいじゃん。下になんかあるよね。まああるだろうね、なかったらさすがに無理でしょ。みんなムキムキやな。そう、タッカと違う。すげえな。動きはいいけど、スパイクまで持っていけないっていうのがなんか
あんまり技術高くないんだろうね。ただ多分身体能力高いから。タカが勝てない。はい、ということで今ね、コパカバーナビーチの方にやってきました。眩しい。そして暑い。日陰が全くないから。超暑い。ハロー。あんな感じで陽気です。人もめっちゃいる。ハロー。本当だ。もうみんなめっちゃスタイルいい。やばい。なんか日本人と違うスタイルの良さだよね。何お尻からさ足にかけての肉付きが良くて、ででもちゃんと締まってて、何言ってんの俺。お尻を説明して。お尻評論家みたいになってるけど、でも本当にやっぱ日本とは違うね、体型が。そもそもブラジルにはブラジルの良さがあって、日本には日本の良さがありますね。そうかな、はい、うわー雰囲気いいね、マジで。風が気持ちいいわ。ちょっと浜辺の方にも降りていくか。ということでね、砂浜の方に行きたいと思います。やばいね、これ靴の中が砂だらけになるパターン。水はあったかいのかな。多分あったかいよね。うん、どうですかね。海の方に行くか。あ、でもなんか砂がさ、砂が雪みたいだよね。そう、ちょっとだけ。なんかこう踏むと圧力を感じる感じのね、砂ですね。みんな泳いでるね。何？足がびしょびしょになる。水が来ました。あー、でも冷たいわ。普通に水冷たいわ。まあでもこんだけあったかいから、海から出た後はそんなに寒くはないと思うけど。それにしても人多いね。あ、そっか、今日週末だから。いいね、みんな楽しんでます。最高だな、マジで。お、すごい、さすがブラジル。サッカーで、サッカーバレーやってる。年中夏だったら、こう体がおしゃれじゃないと恥ずかしい。まあ、確かにね。今日陰に入ってきたんだけど、日陰がちょうどいいわ。そう、ね、それにしてもね、ビーチがでかすぎて、長すぎて、まあ、4キロは歩かない。端っこから端っこまではさすがに歩けないわ。ちょっと今なんかね、コパカバーナビーチ沿いに、なんていうの、屋台マーケットが広がってるから、ちょっと中見ていこうかなと思って。さすがブラジルやね。サッカーユニフォームでしょ、これ。あ、まだ準備中だね。まあでも服とかが多いね。ハイパンと、服とブラジルのハイパンだ。いらんわ。ほら、もうあれだ、ハイパンかブラジルのサッカーのユニフォームか。でもブラジル人用のビキンだから合わないと思うよ。合うよ。お尻がもっとバズーカみたいになってないと合わないと思うよ。これ可愛くない？そうか。砂のアートだね。すごい。これを見ればわかるよね。ブラジル人が何を好きか。熱い。本当に熱い。そう、なんか持ってこればいい。そうだね。海パン持ってこればよかったね。まさかこんなにね、気持ちいいとは思わなかったから。持ってきてません。みんな気持ちよさそうだね。ということでね、帰りましょう。バイバイ。有名なジーザス。そうそうそう、リオオリンピックとかで毎回ね、オープニングとか。1822年がね、ブラジル独立なんですけど、ブラジル独立100周年を記念して、標高ね 710m なので、本当にね、街、リオデジャネイロの街が。でね、明日飛行機に乗ってドイツに行きます。